秋の食い物といえばサンマ、はい、サンマに関するゾッゾッゾの話します。おー、2日目のカレーって美味しいなって思うし、お乳にこう挟むのこれで、うわっ、ゾッとする怖い話。イエーイ、雑学、雑学、ゾッとする雑学。イエーイ、第19回くらいですか。めちゃめちゃ大人気だな。何回目これ。え、何回だろう、8か5。あ、8、9なんだ、うん、なるほど。俺も金しか払ってねえから覚えてねえ。1人2個ずつ雑学、ゾッとするやつ出してもらって、はい、僕がゾッと一番したやつが優勝で、なんと賞金が渡されるということで、なるほど。本日の賞金はじゃあいくらにしましょうか。エントリー金額は前回3000円だっけ。バカは、おい、バカ、え、おい、バカ、ふざけてる、ふざけてんの。バカだろ、マジで。これお前だけでしょ。7万で買ったよ。こいつも韓国の感動以降おかしいこと言ってないよ。やばいよ、おもろすぎだろ。魚を知ってますか。ああ、知ってるよ、カンディル。牛を食うんすよ、なんと。なんとこのカンディル、牛だけではなくて人間にも入ります。へえ。しかもアンモニアに反応するんすよ。どういうことか分かりますか。ションベンだ、ここ入ってめっちゃ食うわけ。ああ、皮からってこと。そうそうそう、こっから入る。うわ、で、内臓を食い散らかして最終的にもうどん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 登っていって、こっから出てきます。うわ、やばいんだね、俺の寿司店めっちゃやばいよこれ。テレビでやってたの。テレビでやってたんだけど。テレビでやってた。俺も見たことある。やばいやばい。ゴキブリって倒すとしたら何で倒します。ゴキジェット。あ、ゴキジェット、新聞紙。あ、新聞紙。まあ大体みんなゴキジェットとかじゃないですか。ゴキジェットって殺虫剤じゃないですか。あれかけすぎると進化してゴキブリが毒を持つようになって、触れるだけで毒が蔓延します。だからなんすね。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、お疲れ。フッ化水素酸って知ってる。え、フッ化水素酸、これ知らないと思う。ただ薬品なんだけど、これある八王子の病院で養女が歯医者さんで、こう両方、こっちがじゃあお母さん、こっちがあの助手、こうやられた状態で、本当は歯ってフッ化ナトリウム入れて治すんだけど、間違えてフッ化水素酸を入れちゃったんだよ。ああ、はいはい。したら子供が超暴れて、親とかを2メートルボーンって飛ばして、まだ3歳ですよ、ボーンって飛ばして、で死んじゃったんだよ。以上です。いや、僕は面白かった。面白いでしょ。トレンドに使えようかなと。今は季節は秋、秋ですね。秋の食い物といえばサンマ、はい、サンマに関するゾッゾッゾの話します。おー、全てのサンマ、はい、100% 寄生虫がついてるんだよ。あ、知ってるよ。まあね、魚はそこまであれ誰も知ってる。中でも赤い寄生虫がおって、それね、血管とマジで焼けさない。うーん、あー、そう、魚の、まあ画像見せようか、じゃあ。うん、うん、これね、うん、終わり。うん、まあこんなもんだね、ジャブはね。お前、よう一番出したな。みんなよくお腹痛くなったりしますよ。はい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 。よくね、牛肉とか魚とか食いますよ、ね。うん、寄生虫の大きさで、みんな想像するのこんぐらいちっちゃいです。もうこんなの、はいはい、超ちっちゃい寄生虫。ただめちゃめちゃ大きくて10メートルで、日本で見つかった最大級35メートルの寄生虫が腸の中に。シロナガフクジラよりできるじゃん。タラダムシってやつで、腸の中に食べたー35メートルいるんですよ、この中に。こいつ出てくるとき、どうやって出てくるかっていうと、肛門から出てくるんです。それをだから出すときは引っ張り出さなきゃいけないです。もしかしたら牛肉魚食ってお腹痛くなっちゃった人、35メートル級の寄生虫がいるかもしれません。テレビもだいてましたよ。ガチかぶり。しかもそれに加えると、これ目黒の博物館で展示されてるから。助け者シリーズ。ありがとう、ありがとう。ほとんどの人はこれ食ってる。で、あのちゃんと噛まないとあれ生きちゃう。そう、ちゃんと噛んでるからみんなこうやって大丈夫なだけで、大食いとかであれ飲んじゃうとそれがなっちゃう可能性もあるから。そうそうそうしか言っていいじゃん。危ないよ。マジかぶったわ。やっぱりね、ちょっとね、さっきの話はね、ちょっと短さが足りなかったかなということでね、ちょっと短い、もうみんなやったことある系の怖い話。2日目のカレーって美味しいなって思うし、うん、2日目のカレー好きな人。あ、うまい、うまいわ、あれ確かに。あれ100万っていうウェルシュ菌がいます。そのウェルシュ菌は10万から食中毒になる可能性がめちゃめちゃ上がって、すげえ食中毒になる可能性めちゃめちゃ高いんですよ、実は。2日目のカレー10万やばいだね。この
対策を行ってしまった場合、あなたの体にはヘンチッヘンチッヘンチッお、もう何何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 何まあみんな寄生虫寄生虫って言ってますけども、はい、まあ、僕も寄生虫なんですけど、お前らとレベルが違う。インドで1メートル80センチの男性の体から寄生虫が出てきたんですけども、それを口の中から、口からこう出てきたんですよ。細い寄生虫がバーって、それを取り除くのに1時間15分かかったんですよ。口から出てる画像があるんですけども、これを1時間15分ずーっとやってるんですよ。うわ、これ1時間ずーっと口の中に寄生虫を取り出すで、これめちゃめちゃ激痛らしくて、ちょっとあれだけど、何にしてる人のあの出てくる痛みぐらい痛いらしい。何すか、何すか、妊娠してるぞ、産む時の痛さぐらいの痛みらしいですよ。この反応で寄生虫全部ピンときてない。うん、そう、そういうことです。ねえ、そう、もうその時の温度感、やっぱ分かっていただかないと。なるほどね。死刑囚の殺し方が一番苦しいっていう武器があります。あー、これ詳しいよ、それ。うん、武器っていうか工具っていうのかな。うん、首輪をこうつけて、あで、フォーク型をこう顎にこうぶっ刺して、知ってるわ。で、こっち側心臓の近くまで刺す。これ何が辛いか、まあもちろん痛いよ、ずっと、うん、でも、これ寝れないの。うん、痛すぎて、うん、それを何ヶ月ずーっとこうやって尋問されてて、でやっぱほとんどの人がこれ喋っちゃうんだってっていう武器が、あの実際見るとほんと生々しい武器なの、ね、ちょっと見せます。うわ、えぐっ。うわー、結構太くて長いね。で、似たようなのが一個あって、これ女の子バージョン。女の子バージョン、あ、これあれか、これ乳首か。父に、お父にこう挟むのね、これ。で、思いっきり引きちぎる。うわ、だからここなくなるの。やばい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 。両方なくなって、近くの皮も一気に引かれるから、ほとんどの皮がなくなっちゃう人もいるんだって、体で。これ、その、取る際にこれ、何もしないでこうやったらうまく取れにくいから、めちゃめちゃ急激に冷やしたりとか、すげえ熱を持たせて、もうちょっとこう、ブヨブヨにさせてから取るらしい。待って、俺いいぜ、ちょ、待って、全部言おうとした。すごい。で、お前、すげえ今こうやって、下克上だ。ありかよ。生々しいな、この試合。え、ここの刑務所、ジグゾーがいる？じゃあ、覇者の京平さん。YouTube を見ている男性諸君、君たちに警告を流します。そのハット、俺とこだからね。市販のシャンプーって、剥げる成分が入ってるの知ってます？ラウリル硝酸って言われてるやつと、うんうん、シリコンってやつがめっちゃくちゃ悪いんだって。うん、そう、本当にそれが悪くて。うん、あれ、なんだっけな。覇者じゃなくて敗北者ですよ。そうそう、それがめちゃくちゃ頭悪くて、髪を飛ばすんだ。お前だよ。めっちゃ頭悪い。やばいやばいやばい。どうでした、緊張で。見てる人たち、あの、男性の皆さん、ノーシリコンのやつを、お前、カッコつけてハット取った尺返せよ。何してんの。本当だよ。何やと、知ってたんと。ゾッとすると思った今。ブラルさんだけに1万円もお先もらった。やめろ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 。ちょっと今回は、人体実験。うわ、お話をしようか。そういう経験があります。手術したことある人いる？はい、手術ないな。麻酔する？うん、全身やった。今回話す内容、すべて麻酔なしで行ってる内容になってます。あ、やばそう。ナチスのドイツの話なんですけど、収容所の名前難しいんで、ちょっと見ます。ラベンスリュック収容所。いけんじゃねえよ。おい、あんきり言うぞ。削られてる。これ何を行ったかっていうと、骨、筋肉、神経の移植して、それが再生するかの実験なんですよ。はい、これ一応目的としては、その再生とは歌ってるんですけど、うん、これ女性の囚人から麻酔なしで神経、筋肉、骨で切り取ります。で、これを他の囚人に移して再生するかどうかっていうのを実験したんですよ。だからその被験体も移される人も全員麻酔なしです。骨も痛いんですけど、神経抜かれるっていうのが、神経やばいやばいのよ。器具もう器具も残酷だし、死ぬでしょ。そう、麻酔なし、こう移す手術とかもやってたんですけど、これ真実を解明していくと、再生するかどうかって一応歌ってはいた。だから掘り返すと、全く目的なしでただやっただけなんです。ただの、その医者たちの自己満で囚人たちをただただ拷問していた。麻酔なしで再生するわけないもん。闇ですよね。これが旧ソ連の闇です。当たり前に無理だな。いや、闇ですじゃないの。都市伝説じゃないからね。ドイツじゃないの。ナチス、ナチスはドイツ。ドイツじゃねえよ、ドイツ。あ、間違えた、知識がねえ。あー、まさかね。あー、お前さん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 、やばい。
俺も人体実験好きなんでだと思ったんですよ。サイコパス。メモしていい、メモしていい。はいはい。結構夜な夜な一人で人体実験を調べたりしてるから、双子を150組用意してくっつけ、くっつけ、くっつけて一緒に生活できるかみたいな、わけわかんねえ実験して、5人以外全員死んだって。やばいね。え、やってること。知らないわ俺それ。ケルベルスみたいな人工的に作ってる。ケルベルス作ろうとして全員ほぼ死ぬっていう。いやー、嫌いでしょ。あ、今回俺言うしょ。まあ、ということで、はい、優勝者を決めていきます。はい。今回のゾッとする雑学を優勝は俺。ではたつきさん。マジ、まあまあ確かにあれはやばいわ。拷問器具あれはやばい。っさうわ俺ゾッとする。あ、じゃあ俺あのサラダの知らなきゃ分かんなかった。いつもだったら、補足だったら、こっちのなんかさ、雑学が足りてないってことでさ、ターボすげえみたいになって、突きのポイントなくなっていくじゃないですか。今回、それ以外にちょっとあんま俺のツボがいなかったので、もうターボの補足がよりどんどん突き刺さってサポートしてた。下克上で叫んでる。下克上だ、下克上だ。じゃあ、優勝賞金10億。出世払いです。俺も宝払いでいいですか。3000円。こいつ、俺1万もらえる。ちょっと待って、スネアブリ。それは無理です。スネアブリさん、ちょっと待ってます。はい、じゃあ皆さん、はい、ということで皆さん、ぜひゾッとしたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次のゾッとでお会いしましょう。バイバイバイ。